皆さんこんにちは、リコです。扶養の範囲を超えないように働く、いわゆる年収の壁問題で、政府は連続2年までは扶養のままにするという案を決定しました。ここで疑問なのが、なぜ連続2年なのかということです。まずは制度のおさらいから見ていきましょう。夫の扶養に入っていて、パートで働いている主婦が意識する年収の壁。いろいろありますが、主にこちらの2つ。106万円と130万円です。従業員が101人以上の企業で、週20時間以上働いて、月給8万8000円以上。年収にすると約106万円以上になると、厚生年金などの対象となり、夫の扶養から外れることになります。一方、こちらも従業員100人以下の企業で働く人なども年収が130万円を超えると夫の扶養から外れて、これまで負担していなかった社会保険料を納めなければいけないということになります。この年収の壁を超えてしまうと、これまで引かれていなかった保険料を負担することになりますので、結果として手取りが減ってしまうんです。つまり給料が増えても手取りは減ってしまう、逆転現象が起きてしまいます。このようなことが起きるのを避けるために、働き側は年末にかけて調整をしながら働きます。となると企業は人手不足となりますので、政府は新たな策として106万円の壁に関しては、年収106万円の額を超えた人の手取りが減らないように、賃上げなどに取り組んだ企業に対して1人当たり最大50万円助成することが決定されました。そして今回の本題、130万円の壁については、連続して2年までは年収130万円を超えても扶養から外れないという対応を取る方針です。これを聞くと、今まで年収130万円以内に抑えていた人からすると、朗報として受け止めるでしょう。ですが、この連続2年までは扶養から外れない措置としては、2023年10月から始まる予定で、終わりは2025年10月までと時限的なんです。というのも、2025年度に年金制度の改正というものが行われる予定で、今厚生労働省の年金部会で議論が進んでいて、この年収の壁そのものが大きく変わる可能性があるかもしれない。それを見越しての2年ということなんです。なので2年間たくさん稼いで、次の1年は130万円以内に抑える、また次の2年たくさん稼いでまた抑えるというようなことではないということです。2年間というのは単なる一時的な措置で、本命は2025年の改正の前振りのようにも捉えられますが、この2年間はお金を貯めれるチャンスとも捉えることができますので、対象の方は活用するのが賢明かと思います。2025年の改正でどのような動きになるのか注目していきたいと思います。こちらのチャンネルでは、日々様々な支援策や給付金、役所などが教えてくれない助かる情報などをお伝えしております。わかりやすく聞き取りやすくをモットーに配信しておりますので、皆様のお役に立てたら幸いです。その他、お金に困らなくなる3つの知識としてブログも書いています。概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。では皆さん、いつも高評価とコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連、さまざまな分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。